ハイハイジェッツのリアルな金銭感覚を探る質問企画も HiHiJets ハイハイが5月16日発売の「女性セブン19号2024年5月30日号」に登場画像西城秀樹の長男木本慎之介パリをイメージした内装を施した特別な撮影場所で初夏にぴったりの爽やかなセットアップを着こなして大人っぽく進化した姿を見せている。 両面仕様の厚紙フォトカード付録には撮影シチュエーションにもこだわったソロショットや集合ショットが満載。インタビューでは自分たちができる最上級のエンターテインメントを届けようという覚悟が伝わってくる牧場の最新ツアー、HiHiJets ハイハイアリーナツアー2024ビンゴの舞台裏についてトークスキルも抜群な5人が賑やかに秘話を明かした。 フラミンゴ姿の衣装パフォーマンスで話題騒然のユニット曲、ミセス。フラミンゴ、についての裏話も。さらに、コンサートの演出でおもちゃのお金を会場に振らせて観客を沸かせているハイハイジェッツの、リアルな金銭感覚を探る、マネーセンスクエスチョンズ、企画も実施。100円ショップで一つだけ好きなものを買うなら、メンバーへの誕生日プレゼント、予算はいくらまで OK。 小6の子供がいるパパになった設定で、お小遣いは1ヶ月いくらあげる。など12の質問について、個性たっぷりに回答する。また、同号では西条秀樹の長男、木本慎之介がメディア初登場。5月16日に7回期を迎えた昭和の大スター、西条秀樹の思い出を振り返る特別企画として、長男、木本慎之介の取り下ろしインタビューを実施。 3月に芸能事務所に所属し、芸能界へ足を踏み入れたばかりの新之助。自身のデビューについて、そして父、秀樹との思い出についてたっぷりと語ったインタビューを初のグラビア撮影と合わせて計4ページで掲載する。取り下ろしでは、どんな色にも締まれる、というコンセプトのもと、様々な色の絵の具を使った撮影に挑戦。最初は緊張の色を浮かべていた新之助も、 次第に楽しげな笑顔を浮かべた。さらに、デジタル版では本誌に載せきれなかったアザーカットを全20ページにわたって限定掲載する。メイン写真、ハイハイジェッツ、C、小学館、女性セブンフォトバイクロヌマロン、青空、書籍情報2024年5月16日オンセール、女性セブン、19号、2024年5月30日号。